ああ、こっちから行きなはれって、あれ？ザントマンじゃん。どうしたの？はい。睡眠、ズナ。ああ、やっぱそうか。何くれんの、そんで。はい、どうぞ。宝玉とかくれない、これで。いくらでも、いくらでも。マハジオンが元様。これ超お得じゃん、これ。こうやって店売ってるべ、睡眠綱って。あ、違う、睡眠の秘跡。おい、なんだよ、こんな便利なやついたんかよ。もう先に行ってよ、もう本当に。使わねえかんな、これな。ああ、よかったー。でも、メバトラ用意います。はい。パンパンにしとくぞ、とりあえず。あれ、一回セーブしとくか。仮に負けたとして、もう一回これやるのだるいかんな。一回ちょっとセーブ戻る。あー、こっから落ちないと取れないってやつか。じゃあリセットっつうことで。あー、助かる。チャクラポット助かる。今何個チャクラポット。あ、パンパンになった。あー、すごい。今あれかと思った。毘沙門天のあの、あれかと思った。ただの岩だった。ん？高いところに、バルキリーか。ここまで来て落ちたら最悪やろな。しかも落ちれるんだろうな、多分。優しい優しいははー。オーディン北欧か。オーディン電撃だべ。トール様でしょ。じゃあなればこう。んー、タオちゃん、ボスキー、衝撃いけんのかな。瀬戸ちゃん、いや、なんだよ。あ、弱点だ。ノルンさんが電気いけたんだよな、確か。我が軍も層が厚くなってまいりました。ガルーダ入れてみるか。じゃあ、お言葉に甘えて、セーブさせていた。細かった。気をつけろ。一応。マスクかじゃ、デカじゃで。まあ、なんとかなんでしょう。いい子。かっこいいじゃねえか。どうした？我が知恵を持った人間はまだ見つからんのか。ん？貴様は日本支部のナホビノではないか。決まったことよ。我も貴様のようにナホビノになるのだ。そのためには我が知恵を持った人間を見つけねばならん。
バルキリーがその人間を連れてくるのをこうして待っているのだ。知恵を持つ人間が見つかったところで、これまで戻れなかったナホビノに本当に戻れるかは疑問だったが、目の前に実験隊が来てくれた。貴様を倒し、その秘密暴いてくれ。案ずるな、知識の貴様をバルハラの戦士として迎えようぞ。よし、腕が鳴るぜ。電撃はまず無理。電撃じゃなかったことがない、こいつが。ダイ。ほら、しっすよね。これでいいかな。せっかくなんで乗せましょうか。ほら、まあ撃つにも達者だな。電撃じゃないですか、絶対。早速行かせてもらうぞ。行くぞ。コンセってことはまあ電撃よな。てか俺が危ないのか。電撃来た。俺はじゃガードか。あんまやんないんだけどね、ガードとか。もういっちょ。あ、違う、お前じゃねえ。OKOK 乗せとこ間違えた。切れっかな。じゃあ、ここもやらざるを得なくなったの。ここ自分に乗せてしまった。ほら、結構際どかったかな。張ってった方がいいよ。ガンガンやってきてやな。あ、まあでもこれやったな。メギラマうちだからな、あんまやんなくていいか。やるな。次物理やん。あー、使い分けてきてる感じか。貼ってどうしよっかな。いやー、これ以上はすくかじやばそう。
やるなぁ。そんな隠し玉があったんか。行くか。やるか。出番だ。行け。ほら。もう一回重ねたら、あ、いや、俺がガードすればいいだとか、ここ。出そう。もう一回重ねたいっすよね、せっかくなんで。どうしよう。泥で。俺は守って守しいのチャージでしょ。どれか。惜しいな。正直惜しいな、これ。3メートル以上減ったな、2回で。1個。削るぞ。乗ってっかんな。おら。6時。いいね。ここはちょっとでもさすがに削っときたいな。危ない。減るなぁ。すっげえ減ったな。さすがにやっぱ守りがないときついか。毒強いね、あと。うん。速さね。ジェツリン。声がいいよね、あれ。ほら。あ、だいぶ変わるな。さすがに電撃でしょう。まだね。どこまで。はい。
あ、危ねえ、忘れたとこだ。普通に壁張るとこだった。物理だったらやだな。そっちもいけるんすか。そちらも達者じゃねえすか。致命傷にはならんかった。覚悟せいや。おらあ、あっちが切れそうなんか。いや、これくもったいねえな。でもまあしゃねえか。うわもったいねえ。しょうがない、避けられちまったか。切らすわけにもいかんかったかな。殴っとくかとりあえず。さっきじゃあ一件買った分をここで、うん、いい感じ。あ、しまった。うわあ、そこ回復で俺に回して壁だったな。結構食らいそう。ここ、うん、でかいなここやっぱ。これ貼るしかねえよな、さすがに。待って、物証ラス位置か。あれなかなか拾えねえんだよな。めんどくせえな。もう一旦でできるんすか。合わせるか。なんかだるくなってきた。同じターンでやりたいわ、どうせなら。もうやるしかないか、さすがに。え？うわー、やった意味、やった意味超ねやった意味超なかった。貫通なんだ。あー、なるほど。無駄に1個使ったってことはい、まあ1個しかなかったし、どっちにそのでも1個がでかいよね。さすがに、さすがにでしょ。いやー手強い。だよね、大丈夫。畜生マジで。曲だな。こういう時にクリティカル。ああ。あんたなんてことを。二連は卑怯よ。さあ困った。弱点。いや、もうクレオパトラ様しかいない。できる。いや、なんかあのいいね、なんか正統派ボスみたいな。なんか両方使い分けて、なんか
かなり強いボスっていうのはやっぱいいっすね。コンセしたで今ガード。しちゃうか。覚悟しろ。ここで圧迫できるかな。ここ抜けたらでかいぞ。いやー通るの攻撃避けられんな。見てねえな。よし。いやーいや会心時に使うの一番きついな。どこまで行けっかなこれな。貫通だもんな。一人はもう行く覚悟で。俺まで一回死んでないよね。僕たちはね。俺一回死ねるよな多分。どっちかに行って2分1通る。いやダメだった。ギリギリ抜かれた。あれ無理あれ無理くっそ、もう瀬戸ちゃんしかいねえわ。出番だ、行け。ラスニか。バリオンどんぐらいいきますか。いやーダメかー。オーディンだもんな。俺以外行って、俺以外。いやー真理。あでも大丈夫だった。行くか。一応一応ファイヌやっとけばよかったな。ここは貼っとくか、さすがに。
ウィッシュ。だいぶやらかしてんな。本来だったらもういけてたはずなんだけど。ラス1か。いい、いくぞ。さすがに回復だな。あかんかな、さすがに無理かな。マーラ様のチャージに、おらー、ダメそう。うわ、やめて。あクレオパトラ様、魔人を、魔人を呼べ、魔人を。あれやるぞ。そこで終わるんかい、そこで終わるんかい。まだ打たせろい。獅子類類強がった。これがナホビノの力か。知恵が戻れば我も実に惜しいな。ナホビノよ、貴様はこの世界をどう思っている？ナホビノになったといえど人ということか。だがよく見てみろ、この世界はもう長く持たぬぞ。まあよい、破れた我が気にしたところで千なきことよ。金庫の鍵、貴様に託そう。これで鍵はあと一つね。最後の一つ、気を抜かず探しましょう。神の御座である始皇天は三本の柱で支えられた頂点にある。三本の柱とはすなわち瞬間、金光、慈悲である。汝はその一つである金光の鍵を手に入れた。世界には相反する力が存在するが、それを否定してはいけない。全てにおいてバランスが不可欠である。進化を促すには一方の力を伸ばす必要がある。だが均衡を欠いた世界はすぐに崩壊する。それを忘れるな。あれ、あれあんたまた変な顔してる。その困り顔最高。なるほど。
サコちゃんがあれですね、真の姿で、それがあの満月に暴走する、うん、普段はセーブしてる的な感じなんかな。いや、オーディン強かったな。あの、あとめっちゃ嬉しいっすね、すっげえアトラスのボスっぽく、なんかオールラウンダーみたいに攻めてきて、かっこいいし強いし、やっぱオーディン好きっすね。うん、あの、なんだろうな、あのデザインがやっぱり、あのオーディンってあの4の時、無印と4ファイナルから今の形になったんですけど、でそれ以前のオーディン、なんかまあ分けてなんかまあ3つなのかな、うん、まあ、最初ウルトラマンとか言われてたんですけど、割と俺このオーディンもデザイン結構好きなんですけど、うん、声も合っててなんか渋くてかっこいいですよね。というわけで最後はギリシャか、アルちゃんのお父さんとですよね、おそらく。よし、何してくんだろうな、浜系なんかな、やっぱ。あ、なんかあの感じだとなんか物理とかもやってきそうだな、すごい気性荒そうだし。ほうほう、お、悪魔が集いし、チッチか、トール、ロキ使っちったー、しまったー、バルキアも捕まえられんな、うん、ちょ見てみようか。いや強かったなこいつ、面白かったわ、チャージとコンセ、うん、これが貫通、うん、あー、マジ終わりよ。心理、必ずクリティカル、必中だから、必中で、でもだったらこっちでよくねえかって、コストも一緒だしな、うん、これ多分使わねえな、だったら、うん、必中クリティカル、ギガプレロマいいな、この段階に来てやっとなんだね、ギガつくの、うん、ハイブースターね。アリオク様早く作りたい。さてと、じゃあ行こうか。